どうも皆さんこんにちは。キッズゴルフのひろゆきコーチです。やってまいりました。ひろゆきコーチによるゴルフクラブの買い替え方、選び方動画です。ここどんどんパフパフって入れよう。先週、プロゴルファー猿谷から、バトンを渡されて、今日皆さんにゴルフクラブについて、動画を、作りました。この動画の目的っていうのは、自分に合った正しいゴルフクラブって一体どんなものかっていう見つけるための動画でございます。対象はジュニアゴルファーから大人のゴルファー全員に当てはまります。今日は皆さんに3つのテーマについてお話をしたいと思います。はい、今日のラインナップはこちら、ドン。はい、ここから、3つポイントがあると思うんですけど、今日この3つのポイントを詳細にご説明させていただきたいと思います。では早速最初のテーマ、ドン。この身長とドライバーの長さ、この最初のテーマに行きたいと思います。それではレッツゴー。よし、帰ってきた。はい、それでは早速最初のポイント、身長とドライバー長さについてお話をしたいと思います。はい、まずこのテーマの対象となるのは基本的には小学生です。小学生でゴルフクラブを新しく買いたいという方、または小学生で、今あるクラブが果たして合ってるのかどうかわからない、買い替えようと考えている方、必見のポイントでございます。はい、それでは順番を追って説明させていただくと、身長は、まあ、読んで字のごとく使用するジュニアの、まあ、お子さんの身長ですね。まあそのままです。はい、これだけです。次、ドライバーの長さ、これが大事ですね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。持ってきました。これは僕のドライバーです。僕のドライバー使いながらご説明したいと思います。そこまで難しいお話ありません。これはお子さん、ジュニアゴルファーにさせたい、またゴルフクラブの買い替えを考えている小学生の子がいらっしゃる場合は、この測り方をして、クラブを購入していただければいいと思います。早速じゃあその測り方についてご説明したいと思います。椅子から立ちますと。はい、ということで椅子から立ちました。ですいません、ちょっと撮影してるスペースが狭いので、僕今足というか腰から上ぐらいしか見えないんですけど、一体足元がどういう風に映ってるのか、こちらの方で、画面別で用意してると思うので、そちら見ていただければと思います。測り方なんですけど、使用するお子さん、まず、気をつけてもらいます。きちっと今この辺に多分足元の動画映ってると思うんですけど、まあ、気をつけしてもうピシッと立ってもらいます。はい、そしたらドライバーをこのグリップエンド、このグリップの後ろ側を地面につけて、その時に、まあ、胸の下あたり、溝落ちといったらいいですかね、溝落ちにこのゴルフクラブの先端が来る長さが一番良いとされています。これヒッツゴルフで、普段お客様に説明している、まあ、長すぎず短すぎず、その子に適した長さであると説明している長さでございます。はいはい、最初のポイントの身長とドライバー長さはたったこれだけです、測り方は。はい、でジュニアのゴルフクラブの測り方ということで、ドライバーの長さだけじゃん測ってるのって思われる方がいらっしゃると思うんですけど、ジュニアのゴルフクラブの買い替え方っていうのも、そもそもジュニアゴルフクラブってあのセット売りなんですよ、基本的には。もうドライバーからもうフェアウェイとアイアン、ウェッジ、パターまで全部揃った、あとキャリーバッグも全部揃った、セット販売なので、ドライバーの長ささえ決まっちゃえば、あとはそれで用意されている、フェアウェイウッド、アイアン、ウェッジパターの、ものを使っていただければバッチリです。はい、たったこれだけです、本当に。もうセット売りなんで、その長さに合ったものを買っていただければ、もう全部ついてきます。ぜひ参考にして、買い替えてください。重さと硬さの話する前に、ちょっとだけ前置きをさせてください。というのも、大人のゴルフクラブを対象にお話をするんですよね、この後。ジュニアのゴルフクラブっていうよりも。なので、どちらかというと話の幅がすっごく大きいんですよ。ドライバーからパターまで一緒くたに話してくるかって言ったらそうじゃなくて、それぞれの説明をしていかないと、
やっぱりご説明しきれないんですよね、正しい情報を。で、それ説明しちゃうと本当に何時間とお話しすることになるので、今日の動画はドライバーを中心にお話ししたいと思います。この後お話しする重さと硬さ、その後お話しする個性とバランスのテーマ、この2つのテーマは大人用のドライバーを中心にお話ししたいと思います。はい、あらかじめご了承のほどお願いいたします。はい、2つ目のポイント、重さと硬さについてお話をしたいと思うんですけど、何のことっていうと、このゴルフクラブ、ドライバーですね、ドライバーのシャフトのことを今日お話ししたいと思います。はい、実はシャフトには本当にいろんな種類があるんですよ。で、僕が今ここで言ういろんな種類っていうのも、モデルのことを言ってるわけじゃなくて、同じシャフトの中にもいろんな種類があるっていうことです。例えばなんですけど、これ僕のシャフトなんですけど、ドライバーのこれ三菱ケミカルさんの黒影 XT っていうシャフトです。はい、ずっと使ってます。このシャフトには実は何グラム台のシャフトでどれぐらいの硬さかって表記がされています。見えるかな、ここに70って書いてあるのと、ここにフレックス、その隣に X って書いてあるの見えますかね。ここ70と X、 はい、ここが非常に大事なポイントになってきます。はい、数字70っていうのはこのゴルフクラブのシャフトの重量帯です。このシャフトは 70g 台のシャフトという意味を、しています。そしてフレックスの X っていうのはこのシャフトの硬さが、X シャフトですっていうことを意味しています。はい、順番を追って説明すると、まず重さですね。一般的に言われている重さには、これぐらいの種類があります。50g 台、60g 台、70g 台。一般的にはこれぐらいの分類があります。はい。で、硬さ、フレックスですね。フレックスにも種類があって、上から順番、レディース、次、R、レギュラーシャフト。次、SR、スティフ&レギュラー。で、S シャフト、スティフシャフト。で、エクストラスティフっていう、だんだん下になるにつれて硬くなっていきます。はい。これらシャフトの種類があるよということです。さっきお話ししためちゃめちゃ種類があるよっていうのは、このシャフトに、例えばこれ 70g での X ですけど、同じモデルで 60g での S があったり、60g での X があったりと、別のシャフトがあります。で、ここで皆さんに分かっていただきたいのは、シャフトが同じだから別に重さちょっと 10g 違うだけなんかあんまり変わんないじゃん。硬さとか、振りやすいければ何でもいいじゃんって思われる方がいらっしゃると思うんですけど、大間違いです。というのも、自分が、使用者のドライバーを振った時のヘッドスピード、クラブスピードに対して重さと硬さに適したところっていうのは必ずあるんですよ。適したゾーンというか。はい。で、私、それをまとめてきました。今こちらに移したいと思います。ドン！はい、こちら。ヘッドスピードに対して、重さと硬さの、ベストなポジションというかゾーニングをしたものを用意しました、ここに。はい、ヘッドスピードがこれくらいだったら重さこれぐらいの硬さこれぐらいが一番いいですよっていう表を作らせていただきました。はい、永久保存版です。ぜひこれ写真撮ってください。はい、はい、この表本当に、すごく大事な表でして、この表があればすぐ自分に合った、重さとシャフトの重量帯、シャフトの重量帯とシャフトの硬さっていうのをすぐ選ぶことができます。そのためにね、ちょっとゴルフショップとかに行って、自分のドライバーのゴルフクラブのヘッドスピードを、測らなきゃいけないっていう手間がかかるんですけど、自分の最適なゴルフクラブを見つけられることができるためなので、ぜひ測ってください。お願いします。はい。ぜひ測っていただいて、この表に当てはめてみてください。自分の今使ってるドライバーが本当に適してるのかどうかっていうのを
確かめた上で使用してください。では最後、個性とバランスについてお話をしたいと思います。これはね、買い替えとか選び方っていうお話とは少し観点が変わってきます。はっきり言います、この話はカスタムの仕方です。カスタムの仕方、はい。まあ、なんでこの話をするかっていうと、やっぱりこのゴルフクラブの買い物って安くはないです。本当にわかります。これは本当にそんなポン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 買い替えられるようなものではないですよね、はい。でも使っているドライバーとかが合っていない、じゃあどうしたらいいかっていう時に、今からお話しするカスタムをしていただければ、もしかしたら自分に合うクラブに大変身する可能性もあります、はい。なのでよく聞いてください、よく聞いててください。そんな話はぶっちゃけ難しくはないです。カスタムの仕方についてお話をするんですけど、何をするかっていうと、バランス調整です。バランス調整、はい。ですね、自分が今使用しているドライバープラス1個だけ用意していただきたいものがあるんですよ。それはこちら、失礼、こちらゾーン、バランスアジャスター、はい、こちら、箱のままじゃ分かんないか分かんないですよ、箱のままじゃ分かんないですよね。中身こんな感じです。これです、テープです。ただのテープじゃありません、これ重りです。重りのテープです。これゴルフショップとかで基本的に売ってます。まあこれ今テープ状なんですけど、本当に切って使うタイプとかたくさんあります、はい。まあ、この鉛どういう風に使うのってもう疑問に思われてる方いらっしゃると思います。そんな皆さんに分かりやすく表を用意しました。こちらドン、はい。ドライバーの裏面というかソールに鉛を貼った時にどこに貼ったらどんな効果が出るのっていう表を用意しました。これ超大事。ここ重り貼ったら今使ってるドライバー重くなっちゃうじゃんって思われる方がいらっしゃると思うんですけど、まあ必要なことなんですよね。重くすることも、飛距離出すためには重さ出さなきゃいけないですし、でも飛距離も出るプラス今お悩みの症状が治ったら一石二鳥じゃないですか。すごくいいんですよこの鉛って。たったこれだけです。シール貼って自分の今のゴルフのミスというかよく出やすい、症状が軽減される可能性があります、はい。本当にこのバランス調整ってとても便利なんですよね。便利、まあ、本当にすぐ買い替えられないから、今あるドライバーをどうやったら良くなるかって言ったら、練習だけじゃなくてこういうチューニングパーツを使って、自分のゴルフクラブに自分らしさ個性を出すことがすごく大事なんですよ。すごく、はい。今日のポイントの1個でしたね、個性。バランス調整をして個性を出して自分のオリジナルクラブを作っちゃいましょうっていうことです。まあ、テープ買っていただければ、このサイズなんでキャリーバッグにずっと入れておいていただいて、練習場とかに行っていただいた際にもうペタペタ貼りながら打っていただいた方がもうその場で調整効くと思うので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ちなみにこの鉛テープ、ショップとかで物にもよると思うんですけど、だいたい500円から800円ぐらいで買えます、はい。これすごい良くて、これ箱なんですよね。これ箱にこういう風に2センチで 0.5g 変わるよって具体的に書いてくれてるんですよ。しかもメモリ付きで、これ僕すごい気に入ってます。どれぐらいでどの重さが出せるのかって、より具体的にカスタムできるんで、僕はいつもこれ使ってます。よかったら動画の概要欄に、このパフォーマンスギア、バランスアジャスターの、詳細を載せておくので、ぜひ買ってみてください。これ800円ぐらいだったかな、800円。でもここまでやってくれるんだったら800円払う価値あるよねって思います。はい、皆さん駆け足でしたけど、動画いかがだったでしょうか。もし何か一つでも、今3つのポイントの中でどれか1個でも引っかかるものがあれば、本当に買い替えを検討した方がいいと思います、はい。で、買い替えたいですけど何にしたらいいかわからないという方、我々にメールをください。ここキッズゴルフのメールアドレスを
貼らせていただきます。キッズゴルフの会員の方でしたら、マイページからメッセージを送っていただければ、私が開業させていただきます。はい。キッズゴルフの制度ではない、皆様も、このメールアドレスに送っていただければ、私がお答えさせていただきます。ぜひぜひ、バンバン、どんどん、メールください。加えて、まあ、我々キッズゴルフのコーチ、私もなんですけど、渋野日向子選手が使用しているピンっていうゴルフクラブのメーカーのフィッターでもあります、実は。なので、キッズゴルフの会社に、実はそのフィッティングする道具が揃っています。はい。キッズゴルフに連絡していただければ、ピンのゴルフクラブのフィッティングを受けることができます。はい。本当に自分のゴルフクラブ新しくしたいという方、またまた今あるクラブが合ってるかどうかっていうのも確かめたい方、またまた僕の話をもっと聞きたい、僕に会いたい。フィッティング受けたい方はぜひ本当連絡ください。キッズゴルフの生徒はもちろん、今動画を見てくれてるキッズゴルフの生徒ではない、みんなも大歓迎なので、連絡をください。はい。僕の動画はいかがでしたでしょうか？最後なんですけど。またね、皆さんからのオーダーがあれば、個人的にゴルフクラブのことを話しますし、動画にしてほしいとかっていうお声をいただければ、キッズゴルフとして皆様に情報の方を提供いたしますので、もうお気軽にご連絡のほどお待ちしております。それでは皆さん、またどこかで。